価格ののもう4になりますか、えー、リサイクルの金属プラスチックでやって今度ガガララススですね <laughs> ガラス瓶というのはですねとかそれから我々が使うガラスのコップですね瀬戸物なんかもそうなんですけども、まあ、瀬戸物はちょっと安い安いからっつって、えー、リサイクルしなくていいってことないんですけどまあ安いのであんまり対象となってなくて。 それであのガラスなんかはガラス瓶を回収してリサイクルしようって言うんで資源ごみとして回収しようとしてるわけですね。確かにですねガラスっのは溶かす時に結構エネルギー使うんですよ。でまあ無機の酸化物なんですけどもシリカなんか多いんですけどもそれをまあ溶かして非常に高い温度で溶かさんとい,いかんわけですね。ですから一般的にガラスのものっていのは値段が高いですね。 作るときにものすごく多くの熱を使うので高いわけですね。で、まあ、作ってガラスになってるわけですからもうきれいに生成してあるのでそれをまあもう一回溶かせば、まあ、ガラスとして利用できると思うんですけど実はですねこのガラスのリサイクルについては全く別の意味なんですね。材料としてはあんまりリサイクルできないわけじゃないんですけれども世の中でガラス瓶を使うっていうのはですね 例えばビール瓶は茶色くついてますね。それから真っ白なガラス瓶もあるんですね。それから薬の瓶なんかはまあ多種多様なんです。瀬戸物もそうですね。瀬戸物はこう鉄をあの土をあれして溶かして溶かすっていうかまあ焼いてそれに釉薬みたいな色をつけますね。この色がねこのガラスとか瀬戸物ではくせ者なんですよ。それで まあどうしても人間ですから用途によって色をつけなきゃいけないんですね。まあだいたい色がついてる方が綺麗だからつって色をつける場合もあるし、それから光を遮光するために、えー、色をつけて光が中の製品を壊さないようにする場合もあるし、それからまあいろんな用途でですね、まあよく見せようと思ったりもするんですね。そうしますとね、やっぱりそれをこう一緒に集めて砕いて そしてえもう一回そのなんかガラス瓶にしようとするとですね一つ,つはですねえっと色が汚くなっちゃうんですねあのいろんな色を混ぜたら透明になるっていう技術でもできれば別なんですけれども今のところはですねいろんな色が混ざっちゃうと汚い緑になるんですよ緑色の汚いやつが結構多いんですねそうするとあの汚い緑色の瓶っていうのはちょっとね 使いにくいです、ね、まああの安い瓶で緑色のやつが多いのはそ,のそれの一つなんですけど汚いんですね色が汚い緑になっちゃうんですね綺麗な緑になればいいんですけど汚い緑になっちゃうんですよそれは皆さんもよく知っているようにあのたい排泄物とかですねそういうものは汚いんですねあれはいろんなものが混ざりますとねだん,だん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 汚くなってくるんですねここの問題が一一つつははあるってこととしかも,もう一つはですね。 ガラスの中に傷が入るんですよ。例えばまあアルミの、まあ、ほんとちっちゃな目に見えないようなアルミのこう破片が入ったりですねしますとねガラスがまあ極端に弱くなるんですね。でやっぱり僕らが使うものっていうのはある程度の安全性がなきゃいけないわけですねガラスは特に割れますとピーンと割れますので大怪我しますよね。それから例えば窓ガラスにこのリサイクリンを使うとですね風が吹いた時に窓ガラスがバーンと あ一気に壊れちゃうことがあるわけですねそうしますともう非常に危険なんでだいたい検討としてはですね品質の悪いガラスの原料を使いますと厚さが3倍にしなきゃいけないんですよあかん検討ですよそうしますとね3倍のガラスを溶かしますからものすごく熱量がいりますし運ぶときは重たくなるしまあビール瓶でもですね あれ3倍になったら結構辛いもんがあるんですよね継ぐ時でも。ですからまあガラスのリサイクルっていうのは本質的にはできるんですけれどもあのやっぱりなかなかできにくいんですね。瀬戸物ぐらいになりますとまあ昔は鉄あの土がそこら辺になったんですけど今まあ私の近くにも瀬戸の瀬戸物を作るとかいっぱいあるんですけども,も土もそれほど豊富にあるわけではなく ないんですがそれでもやっぱり土ですからね安いんですねそれからやっぱりさっき言ったようにあの瀬戸物は色をつけますからねやっぱり茶碗でもねやっぱり味気がないんですよそれでよくあのプラスチックのよくあの安,安いっていうか社員食堂とかそういうとこ行き行ますとねプラスチックのお椀なんか使われるんですけどやっぱりなんとなくこう味気ないんですね人間っていうのはあの あの食器に使うややつはやっぱりなんんかいいんですよそれからビールとかウイスキーとかワインなんか飲むときはですね特別な形をしたガラスのキラキラっとしたやつがいいんですね。じゃあそういうものを全部犠牲にしてそれ単に環境だけを考えて生活するっていうのはちょっと辛いところがあるわけですね。人間何のために生きて,るんだっていう議論がやっぱり出てきちゃうんですよそうなりますと。ですから まあ普通に考えてガラスはガラスとして使う瀬戸物は瀬戸物として使うじゃあそれを使い終わったり割れたりしたらどうするかっていうことですけども、えー、と一つはですね、えー、とガラスも瀬戸物も結構割れてるような気がするんですけど台所でお使いになってる茶碗だとか、えー、ワイングラスなんかを考えてもですね普通10年20年は使うんですよ。 いいくくら時々割割るるっ,ってもでですすすねね量がご少なんよ例えば、えー、ペットボトルの量とかですねそれから、えー、納豆の入った容器ですねそれから魚の入ったトレー、まあ、こういったものを捨てる量とですね割れたガラスとか割れた瀬戸物を捨てる量つっ,ったら全然違うんですよ。だからそれをわざわざ集めてっていうことになりますとね これは今度は集めたりなんかするのにひどく手間がかかるんですね。それからもう一つは歴史的にはですね、環境にいいというのは何を言うかってことですけども、ガラスの回収品なんかは結構健康被害が出てるんですね。例えばあの、コバルトなんかが入ってくるとですね、どうしてもコバルトを使ってるガラスなんかあるんで、それが入ってくると、それをビール瓶なんかに間違って使えますとね、えー、心筋梗塞みたいな心臓病で大量にカナダかな、 どっかでで犠牲者が出たことあるんですねそれからニッケルなんかも入るんですねこれはイギリスの例ですけどイギリスでは、まあ、いろんなガラスのところにニッケルが入ってですねそれで鼻の骨軟骨に穴が開く病気があるんですよ。でやっぱりそのガラスっていうのはそのシリカばかりじゃなくていろんなものを使えますんでそれが入ってくるんですね。でそれを除くっていうのは非常に難しいんですよ。これガラスのあのリサイクルの 工場行ったらそうなんですけど本当に臭い薬品の匂いがしてまあ、いろんな瓶には瓶の入ってくるんですねで瓶というのはそのまま使うの極めて危険なんですよ例えばまあこれはもドイツの例ですけれどもペットボトルのリサイクルの最初の頃ですねペットボトルの中に新しいジュースかなんか詰めて売り出したらですね中にチューインガムが入ってたとかタバコのね灰が入ってたりしたことあるんですねつまり ペットボトルはきれいに洗うんですけど瓶なんかもきれいに洗うんですがチューインガムはやっぱり溶けないんですよね洗剤に <laughs> それからタバコの灰なんかもやっぱり残っちゃうんですねで一回この街の中に出たものっていうのはですねいろんな用途に使うんですよ例えばですねある人が、えー、まあ,あガラスの瓶きれいなガラスの瓶だったけど例えばミツやサイダーとかそういった感じのですねガラスの瓶だったんだけど えちょうどいいのでそこに農薬を入れて使ったとかそういうことがあるんですよそれからあのなんか鳥の糞が出るからその糞をちょっと瓶に詰めてとかねそういうことがいっぱいあるんですねそれを今度食料食品用に使うとやっぱり無理があるんですよやっぱり用途が全部書かれてなきゃいけないんですけどそうはいかないんでですねですからまあ、このガラスのリサイクルについてはですね将来解決策があるのかもしれませんが 現在ではやっぱりガラスはですね割れる量が少ないっていうこともあってやっぱりこう新品から作った方がいいんじゃなくてもこれは資源の問題がないんですねあの原料が土ですからねガラスも土ですし瀬戸物も土ですのでやっぱこれはちょっとリサイクルするの向かないかなと思いますそういう点では金属それから、えー、プラスチックガラス瀬戸物というとやっぱりリサイクルするのは金属 がいいいんだととうことになりますね。から次回に、えー、紙のリサイクルとちょっと取り上げたいと思うんですがこれはあの技術面環境面でいろいろ深く考えることがありますので別,の別にして検討したいと思います。